つべつ野球少年団イーグルス、頑張るぞつべつ野球少年団イーグルス監督の小林です。よろしくお願いします。32年ぶりに第53回全道少年野球大会というのに優勝しまして、札幌で行われる全道大会に7月の26日から行ってまいります。13人しかいなくて、5年生1人、4年生1人、6年生が11人ということでね、ちょっと次の年になるとどうしても少なくなって合同チームになってしまうんですけども、とりあえず今年は津別町の野球少年単独で出場できるというのがですね、これはやっぱり素晴らしい快挙じゃないかなと思うところでございます。練習ではね、正直ね、よくやってるなと思いながらも厳しくしてるんです。やっぱり最後の大会で勝ってほしいですし、成長してほしいので、もう本当は褒めたいところをぐっとこらえて、まだまだだぞ、もっともっと上狙えるぞというところをですね、この全道大会までは厳しくいって、当日を迎えた日にはもう楽しく悔いのなく野球をやってもらえたらなと思ってます。ね、緊張すると思うんですけど、とにかく楽しくやってもらえればそれでいいかなって思います。はい、5年生と4年生2人しか実質いなくなっちゃうので、お待ちしてます。野球好きですね。野球のことしか考えてないです、夏は特に。本当にすごい涙が出るほど嬉しいです。で、自分もここの OB なので、32年前のっていうと僕の1個下の学年が行った年なんです。で、自分たちは行けなかった。ではあのチームはすごい強かったし、でそれにやっぱり自力としてうちの今のこの子たちが行けたっていうのは、自分が教えてた以上にこの子たちがものすごく頑張ってるかな、理解をしてくれてるかなっていうのですごい嬉しいです。自分がやっぱり、好きで今でも野球をやってるので、その上手い下手じゃなくて野球を続けていって、また僕みたいにこうやってまだチームが存続してるんであれば、教えてあげてほしいなと思います。はい、ドームという全道する場所が人工芝ということもあり、その環境に慣れさせるための練習ということで、今日と来週の土曜日ですね、取って練習をする予定でいます。そうです、小学校2年生からやってました。本当に今まで本当に指導を続けててよかったなっていうぐらい本当に嬉しかったです。本当に野球が大好きです。そうですね、自分自身もちょっと全道は行ったことないんで、ちょっと初めての経験なんですけど、楽しくできればいいかなと思ってます。まあ、全道でああいう大歓声の中を経験して、今後中学校、高校行っても野球をやってほしいなと思ってます。そうだ、今取りに行ってるとか、この試合、勝ちたい。できるだけ勝利をして優勝したいです。いっぱい打ってちゃんと守って、一生懸命やって勝つ試合がいい。負けないわ、負けないわ、いうふうにね、やっぱりね、みんなで盛り上げていくっていうのも大事です。今みたいに、全道大会終わってもまだ夏の間はしばらく野球少年団の活動続きますんで、ぜひぜひ応援していただければと思います。つべつ野球少年団イーグルス、頑張るぞ。次がタウンニュース別用のこれがタイトルコール。